ハロー YouTube、 どうもあおちです。今日は全日本シニア2019 in、まあ、福島大会ということで仙台に今おりますと。で、今が仙台から、まあ、福島の方まで、まあ、レンタカーを借りて、車で運転してる途中ですと。で、なんでこうちょっと今回ちょっとこの動画を撮ろうかと思ったかというと、なかなか遠征の時とか、まあ本当遠いところでバドミントンをする時にしか使うことがなかったんで、ちょっとバドミントン専用のキャリーを紹介したいなと思って撮影してます。それがこちら、これです。本当にアマゾンとか楽天とかで本当1万円以内ぐらいで売ってますんで、今日僕がバドミントンのラケット6本ぐらい、まあ、持ってきてて、まあ、本当にハードケースなんで、ラケットも折れる心配もありませんので、こういった遠征とか、まあ、本当地方で大会がある時には本当便利かなと思いますんで、ぜひともおすすめ。本当こんな時にしか紹介することがなかったんで、ちょっと紹介ですと。この後本当まだ郡山まで120キロぐらいあるんですけど、なんとか頑張って運転していきたいなと。で、明日から始まる全日本シニア頑張っていきたいなと思いますんで、また皆さんの応援をよろしくお願いします。またね、バイバーイ。